帰ってきました。やっぱりここらしかまだ暑いですね。半袖半ズボンで全然いける気候です。戻ってまいりました。まだまだ半袖半ズボンの気候ですね。なんか心なしか人が少ないような気がするんですけどね。人が少ないと思っていたのはどうやら勘違いでした。普通に人はいっぱいいます、ね、こんな感じ。20日間来ないうちにここマムートだったんですけどね、マムートもなくなりましたね。香港は早い。20日ぶりの香港ですね。今回もう今までアクションカメラだけだったんですけど、一眼と後ろにも実はミラーレスが入ってます。こんな感じで今日のピークはまあまあ混んでますけど、いつも余裕もう混んでないですね。これいつも列がここまであるんですけど、ということは下が何か荒れてるんでしょうかね。もしかするとそうかもしれない。帰ります。とにかく仕事します。今回ここが山頂の高級住宅街です。山頂の高級住宅街ですね。分譲の別棟が4、5軒、中庭にプールがありまして、右が集合住宅なのかな。であちらがピーク広場ですね。でこちらが、まあ、香港の街。やっぱりこのソニーも強いですね。アクションカメラもなかなか今日はこういった感じで一眼も持ってきたんですけどね。